イバンデヘスース・アルバレス・ジュニアは、プエルトリコのグアイナボ出身のプロ野球選手。ウトウミギウチ。2019年現在は、シカゴホワイトソックス参加に所属。元メジャーリーガーのイバンデヘスースを父に持つ。2005年の MLB ドラフト2巡目で、ロサンゼルス・ドジャースから指名され、プロ入り。2008年には、オールスター・フューチャーズゲームに出場。 参加の AA 級ジャクソン・ビル・サンズで打率324、出塁率419を記録し、ドジャースの最優秀マイナー選手に選ばれた。2009年は、招待選手としてドジャースのスプリングトレーニングに参加していたが、本類クロスプレイで左足を骨折し、シーズンをほぼ棒に振った。オフにドジャースの40人枠に加えられた。年は、 トリプル A 級アルバカーキアイソトープスでプレー。2011年は開幕ロースター入りし、4月1日のサンフランシスコジャイアンツ戦でメジャーデビューを果たした。ドジャースでは結果を出せず、1年半の在籍で40試合の出場に止まった。2012年8月25日にエイドリアン・ゴンザレス、ジョシュ・ベケット、カール・クロフォード、ニック・プントが ドジャースに移籍する大型トレードにおいて、ジェームズ・ローニー・ラ・ヨン選手と共にボストン・レッドソックスへ移籍した。11月20日に40人枠から外された。12月26日に、ジョエル・ハンラ・ハンラとのトレードで、ピッツバーグ・パイレーツへ移籍した。2013年は、参加の AAA 級インディアナポリス・インディアンズでシーズンを過ごした。シーズンオフに FA となった。 12月19日にボルチモアオリオールズとマイナー契約を結んだ。2014年は開幕から参加のトリプル A 級ノンフォークタイズでプレー。8月30日にケリー・ジョンソン、マイケル・アルマンザーとのトレードでジェマイル・ウィークスと共に再びレッドソックスへ移籍。オフに FA となった。11月23日にシンシナティレッツとマイナー契約を結んだ。 2015年は開幕から参加のトリプル A 級ルイビルバッツでプレーしていたが6月3日にマーロンバードが15日間の故障者リスト入りしたことに伴いメジャー契約を結んで昇格した2年ぶりにメジャーの舞台に立った同年はユーティリティとして自己最多の76試合に出場打撃面では打率244.4本塁打 28打点という成績を記録。本塁打を放ったのはメジャー初だった。2016年も前年を上回る104試合に出場。打撃面では打率。253、1本塁打、20打点、3盗塁の成績を残した。オフの11月4日に40人枠を外れる形で、トリプル A 級、ルイビルへ配属された後、7日に FA となった。 12月12日にミルウォーキーブルワーズとマイナー契約を結んだ。2017年11月6日に FA となった。2018年1月16日にボストン・レッドソックスとマイナー契約を結び、同年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。2019年3月14日に独立リーグアトランティックリーグのロングアイランドダックスと契約。 10試合の出場後5月7日にマイナー契約でシカゴホワイトソックスに移籍した。ありがとうございます。